NHK の山之内と申します。よろしくお願いします、はい、こちらこそ。今日はあの家族会の方と懇談された感想とですね、それからこの問題について、まあ、県として今後どう取り組んでいくかというのをお願いします。時間がないということを感じました。これまで時間がかかりすぎている。そして家族の方も高齢化しておられて、中には自分のお子さんの貴重というか、日本に帰ってくることを待つことなく亡くなられた方もいらっしゃる、あるいは体調を崩していらっしゃる方もいらっしゃる。本当に時間がないんだという話をしておられました。まあ、まさにその通りだなということを感じました。一方で古谷大臣、まあ、明確にはお話をされませんでしたが、まあ、気持ちはよくわかると。でいろんなチャンネルでいろんなことをやってるんだということで、そのことを非常に力強くお話しされていたのが印象的でした。佐賀県としては、まあ、大臣をお迎えしたのはこういう県が国と共催で行う形の集会は初めてになります。ある程度の人に集まっていただけたのはありがたかったんですが、この会場が一般にならなかったというのはやっぱ反省材料だと思っています。啓発というのはやはりたくさんの方々に集まっていただいて意味があることでありますし、関心がない、興味がないという人こそこの会場に連れていくべきだったろうと思います。その意味ではこの会場を一般にできなかったということの反省の上に立って次の取り組みをしていきたいと思っています。でこの後やりたいと思っていることは、今回は小城市で開催したわけでありますけれども、まあ、全県対象ということでやりました。これからはもう少し小規模でもいいので、それぞれの地域でやっていただくような、まあ、今日のような大会のミニ版ができないだろうかということを考えています。そして、まあ、ちょっと足を伸ばせば自転車でも歩いてでも行けるぐらいのところでこういう会をすることによって、よりこの問題を真剣に、そして身近に感じていただければなと思っているところです。各社ございますでしょうか。すみません、先ほどの朝日新聞の林と申します、はい。小規模で地域でということですが、それは県として取り組んでいくということですか。はい、そうです。県として、市や町にも呼びかけをして、で地方公共団体というのはこの問題について啓発する責務というのがありますから、それを具体的な形にしませんかということで、話し合いをして、まあ、今回は国と県とで一緒にやっていったわけですけれども、それをもうちょっと小さい規模のみから県と市町と共催でやっていく、そういうイメージができないだろうかと思っています。そういうふうに思われるようになったきっかけっていうのはどういうところ。先ほどのご挨拶でも申し上げましたが、今年の4月27日のその全ての拉致被害者を救出するぞ国民大集会という名前の大会で、大体2000人ぐらいの人が集まっておられましたけれども、まあ、松本さんも含め、その拉致された家族の家族会の方、そして西岡さん、ああいう方々が現状報告、そしてこれからの取り組み、いろんな話をされました。そのお話、生のお話を聞く中で、この問題に対してやっぱもうちょっとしっかり取り組まなくてはいけないということを自分が感じた次第でございました。まあ、さらには、この拉致とイコールではもちろんありませんが、拉致の可能性が否定できない方が佐賀県関係で5名いらっしゃるということがその後明らかになってきました。ひょっとすると佐賀県の人が拉致された可能性もゼロではないということで、この4月の出席と佐賀県の人が被害者になっている可能性が否定できない、この2つが、まあ、今日のこの集会に結びついた理由です。すみません、時事通信の石ですけれども、はい、大臣がですね、拉致啓発週間を全国の皆さんに働いていて、まあ、東京ではいろいろあるけれども、まあ、地方でもっていう話がありましたけれども、まあ、喫緊で、そういう啓発週間の関係に取り組むことをっていうのは、どういったものが、考えられているんでしょうか。何をやるの？ああ、あれか。ラジオの啓発というのを予定しております。あれは今年から？去年もやってた。ああ、その、だって去年の、まあ、その、ラジ問題についての啓発の習慣に合わせて、まあ、去年もやっているということでございますけれども、今年もそのラジオをやっていきたいということでございます。まあ、このほか考えられることとしては、例えば自治体の広報誌にこのラジオ問題についての啓発をしていくということもありましょうし、
まあ、場合によってはパネル展とかそういったこともあるかなと思っておりますけども、まあ、今年行う具体的に予定している部分についてはそのラジオという点でございます。ありがとうございます。読売新聞の元と申します。はい、先ほど今回は会場がいっぱいにならなかったのが残念だという話がありましたけど、こういう集会がですね、初めて佐賀県で行われたということの意義についての知事はどのようにお考えでしょうか。これまでその拉致問題といえばやっぱり被害者の方あるいはその家族のいらっしゃるところという知事さんが一生懸命訴えられていて、で後の人たちは全国知事会の中でも聞く側に回っていたという部分だったんですね。で私も聞く側だったんですよ。だけどもやっぱり聞いてなるほどと納得したら今度は動く側に回ります。今私も動く側に回っています。今日こうして来ていただいた方は、比較的意識の高い人に来ていただけたんだろうと思うんですね。その方たちが今日の話をいろんな人に昼間でも夜でも結構なんで話をしていっていただきたいと思うし、これまでも救う会のような民間の取り組みというのはあったんですけども、大臣まで来られて、そして県を代表する知事が来て、そしてこの問題についてしっかり皆さんやっていこうよということを直接訴えられたということは非常に大きな意味があると思っています。この佐賀県内にこの拉致問題について関心を持って、そして早期に解決しなくちゃいけないという気持ちの人がやっぱ増えていく大きなきっかけになったことは間違いないだろうと思います。はい、各社お会いになりませんか。よろしいですか。ありがとうございました。ありがとうございました。